えー、はい、どうも、メンヘひおじさんです。おはようございます。 はい。昨日は配信ありがとうございます。夜中だったのにすいませんね。はい。あの、まあ、そんな感じで気軽にやってます。はい。で、あの、今ね、ノートを、まあ、言うたらあ、作ってるんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、あの、意外とね、あの、見てくれてる方もいて、なんかコラボみたいでちょっと面白いですっていう風にふみさんからもいただいて、ちょっと気を良くしてですね、あの、まあ、なんて言うんですかね、えー、結構、頭出しみたいな感じで作ってみたんですよ。で、まあ、そん中で、あの、パーッ 思いつくというか、スローライフをおじさん結構、えー、思考をしてまして、えー、まあ、あのー、なんですかね、まあ、サラリーマンをやってて、ボキッと折れてですね、もうだから昇進とかそういうのじゃなくて、まあ、会社はお金をもらいに行く場所で、えー、プライベートどう楽しむか、しかもお金かけずにと。 いうようなことを結構考えているところの中で、一番コスパいいなと思うのはですね、京都の鴨川で、あのー、酒をダラダラ飲むっていうのが一番いいでございます。で、えっと、まあ、千年京なんていうぐらいのところの鴨川、まあ、昔はね、あのー、まあ、首切り場みたいな感じで、三条原でさらしてみたいなね、石田道なりとか、まあ、そういう場所であったりとか、まあ湯をかく、遊くですよね、五条、五条かな五条楽園か。 あったんですけども、まあ、今のこう、京都御所の、えっ、ー、と、近くの鴨川とかやったら、あの、意外と整備されてるんですよ。川が。で、えー、大学生が走ったりとか、なんかちょっとイベント、イベントじゃないですけど、集まってやったりとか、なんか自転車チャリチャリこんで、こいてたりとか、なんか、あの、職業保障のおっさんがですね、まあ、あの、ぼーっとしてたりとか、いろいろなんですけども、個人的にはその場所がおすすめです。 で、もっと北に行くと、あの、出町柳がありまして、三角数っていうんですかね、ちょっと河原の、なんか分かれ道みたいなところがあって、ちょっと川と川の間渡れるよみたいな、石が置いてあったりするんですけども、そこまで行くと、ちょっと混んでるんですよね。名所になりすぎて。で、その先には下鴨神社があり、あの、永山電鉄の出町柳があり、っていうことで、ちょっと栄えてる同志大学近いし、えー、で、共産とかなんか、まあ、いろいろ学生も、まあ、行ったり来たりするところで、 そこまで行くと、ちょっとやっぱ、何ですかね、色々あったりするんですと。で、 あの辺の家賃めっちゃ高い、家賃じゃないわ。あの辺の住宅価格めっちゃ高くて、なんか築20年ぐらいのマンション1億円ぐらいするんですよね。うん、とんでもないあれやなと思うよ。まあ、京都に住むというステータスもあり、で、京都御所やっぱ近いから縁起がいいというか、あのー、やっぱり御所とかええもの作るときって風水であったりとか、地質とか多分いろいろ昔より調べてたと思うんですよ。だからあの辺洪水なかったりもするんですよ、というようなところの、そういうやっぱありがたいものがある、ありがたい。うん 自社仏閣じゃないから違うかもしれないですけども、まあ、日本の象徴的なところですよね。の近くって、やっぱり、まあ、ま、いいですし、風情あるし、はい、っていうところですね。まあ、話戻すと、その、京都府省の近くの河川敷で、まあ、要は、あの、椅子もね、用意されてて、最近、あの、公共のトイレも、ウォシュレットついてるんですよ。京,京都に関しては。 安いで、まあ、すぐ、ちょっと上がったら、あの、兄弟病院があって、で、兄弟病院に、まあ、付属じゃないですけど、セブンイルブンあるんですよ。だから、なんか、ちょっと小腹が空いた時には、買いにも走れるし、いいなっていうところで、いつもそこでね、あの、お弁当買って、で、日本酒買って飲みに行くんですよね。で、お弁当は、あの、市場の、えっ、ー、と、高島屋さんのお惣菜屋で、僕はもう焼きサバと、えっ、ー、と、551のシューマイを買って、あの、そこに行くんですよ、と。 ああいうところなんですけども、いや、全然お弁当でもいいですし、ま、コンビニ弁当ちょっと風情がないから、あの、ま、個人的には、ま、友達と会うときは、京都の市場で待ち合わせるんで、じゃ市場で、え、手弁当を、用意するっていうことで、お弁当を買って、今日何にするみたいな。あの、河原町の高島屋は、んと、松岡とか、ま、結構、和食の惣菜も揃ってるし、洋食も揃ってるんですよ。え、なんならサンドイッチ屋さんもあります、というところで、そこで買って、 で、北に上がって3畳ちょっと越えたところに山本っていう酒屋さんがあるんですよ。で、えー、酒屋さんっていうか日本酒ですね。酒屋さんがあって、まあ、そこも4店舗ぐらいやってるんですけど、結構4号瓶で、あの、美味しいお酒を結構置いてるんですよ。鳳凰備伝も置いてるし、鴨志人福平寺も置いてるし、まあ、ザクも置いていれば、ああなんだろうな、あの、風の森であるとか、まあ、有名どころで美味しいやつ結構置いてて、で、しかも2000円ぐらいなんですよ。で、えー、まあ、言うた昼間、 からあ、休みの昼間からそれを買って、また、あ、だ,だ昼やからそんな飲み屋さんもやってないわけですよ。でもまあそこで、えー、買ってで呻いた。その河原で友達とダラダラ飲むっていうのが一番コスパが良くてあのー、落ち着きます。だから空も綺麗やし、あのー、桜のある春秋最高です。あの桜並木めちゃ見れますしで、あのー、なんかね鳩とかね。あのー、詐欺とかトンビとかいるんですけども、人間慣れしすぎてですね。めちゃめちゃ優雅にあのー？ ピーピー言うてるんですよ。えー、中にはあの、河原で魚取ってる兄ちゃんたちもいたりとかですね。あの、トランペット吹いてる人がいたりとか、なんか、あの、本当になんか受け入れてくれる感じがする上に、あのー、言うたら安く飲める。 えー、まあも、も、もちろんだから、その、酒持って、えっ、ー、と、手弁当を持ってってやらなきゃいけないんですけども、そんなん手弁当なんて言うたって一人千円ですから。で、酒も二人でわれば千円ぐらいなんで、だから二千円ぐらいで、結構幸せ、え、昼時間っていうのを満喫できるんですよね。春秋特に。冬寒いですよ。夏暑いですよ。だけど、その、まあまあ、夏でもその時間帯によりますかね。えー、あの、本当に、えー、主婦の人が、なんかコーヒー片手にベラベラ喋ってる時もあれば、あの、まあ言うたら、 人たちがまあおじさんも初老ですけどもね40初老なんですけどもなんかそうやってベラベラ喋ってるのを見てああ俺らもあんな風にふっとし取りたいなみたいな,なんかそんな話をしたりはしてますあのなのでえ決して居酒屋に行って まあ、特に都会なんかそうですけども、居酒屋に行って、あのー、その空き時間までもあって、で、なんか、あのー、まあ、あね、高い、高い安い色ろ々いろありますけども、そうやって飲むのも、まあ悪かないですけども、こと都,都会に関しては、まあ言ったら場所代であったりとか色々する中で、京都の鴨川って、めちゃめちゃリーズナブルに飲めて、あのー、しかも、お風情があるっていうことでですね、おじさん結構好きでございます。はい。 だから、まあ別に毎日あれとは言わないですけども、なんかその一週間、えー、朝昼晩で、ねえー、小分けしたら、まあ21ブロックあるわけじゃないですか。そのうちの一つ、二つにはね、そういう、なんですかね、あの、お金かけずに楽しめる場所っていうのを一箇所持っといて、えー、まあ、それが21個あれば、あの、完全なスローライフなんですけども、まあまあ、現実そうはいかないですよね、というところなんですけども、そういう一つのロールモデルっていうんですかね、安くて、えー、なんかゆっくりできて、あ あの、楽しいと。しかも、あの、都会だと。いうところをちょっと紹介したくてですね、今一本動画撮りました。はい。これちょっとノートにも書きますので、まだ読んでくださいませ。よろしくお願いします。